竹内善徳は、日本の柔道家。1962年全日本選手権の覇者。国際柔道連盟副会長、筑波大学名誉教授らを歴任。信十四4位、樹瑞法中受賞。北海道札幌市出身。北海道札幌東高等学校で、本格的に柔道を始め、北海道チャンピオンとなる。高校卒業後は、 柔道の道を志し東京教育大学へ進学。大学での同級生に学生初の全日本選手権発射となる稲熊勲夫がいたが、二人の先輩にあたる長谷川、博之はアラム社でファイターの稲熊に対し、竹内は理論派で真摯と語っている1960年に大学を卒業すると大分の大分上野球高校にて教師に、 翌61年の国体の教員部門で優勝。全日本選手権には1960年から63年まで4年連続で出場し、1962年の大会では得意技の大外刈りや釣り込み越しを武器に優勝を飾った。当時は国内外の柔道競技大会が整備されておらず、後にも先にもこのタイトルだけであるが、 前年の世界選手権でメダルを獲得した小型武士や、後に世界選手権メダリストとなる松永光を、坂口誠治ら競合選手が出場する中での優勝であることを考慮すれば、当時の柔道界でもトップレベルの選手であったと言えよう。同年より工学院大学の講師を務める傍ら、柔道の国際発展のため数十カ国にも及ぶ国を訪れ、世界各地で、 更新の指導を行う。1969年に母校、東京教育大学で武道学科が設置されると講師として招かれた。大学の筑売店後は、筑波大学の体育科学系にて1976年より助教授、1986年より教授を務め、柔道部部長として、岡田博多から世界レベルの選手を育て上げる。同時に、 国際柔道連盟の審判委員や、アジア柔道連盟の審判理事、全日本柔道連盟の審判委員長を歴任する。公認審判委員制度を確立し、審判委員の資質向上に尽力した。また国際的観点を重視し、行動間審判規定と国際柔道連盟審判規定との調和を試みた。現在の柔道選手たちが違和感なく世界で戦えるのも、 竹内の功績によるところが大きい。1999年により国際柔道連盟副会長、アジア柔道連盟会長に就任。自ら温度を取り、アジアにおける青年育成の場としてアジアジュニア選手権を開催する。2001年には筑波大学を定年体幹指名予教授に水災されるとともに行動官の国際部部長に。 翌2年には全日本柔道連盟の副会長にも就任した。全日本選手権優勝に象徴される競技者としての卓越した実力はもちろんのこと。竹内は片稽古にも非常に熱心で鏡会式や全日本選手権等でも局の形や古式の形を披露している。また、柔道の科学的な研究も行い、行動館柔道科学研究会の運営員や、 日本武道学会の理事を務めたほか、多くの書物や論文を発表し、尾又孝二ら後生の柔道研究者の育成にも貢献した。2006年5月14日未明、アジアジュニア選手権のために訪れていた、韓国のチェジュ島にて、心不全のため急世。去年68、死の直前まで海外を飛び回っており、柔道の普及に尽力し、生涯を、 ささぐ下手地区内らしい最後であった。全日本柔道連盟、佐藤信幸副会長のもと取り行われた、通夜、葬儀、国別式には、加納幸光行動館長、僕広志明国際柔道連盟会長、フランスはベソンドスポーツ理事らが参列し、またその祭壇には5月13日付にて没後、追贈された球団賞と赤帯が備えられた。ありがとうございます。